次に9番柴田正幸議員。議長の許可を得ましたので通告に従い一般質問を始めさせていただきます。質問事項1、辰野市 公共施設等総合管理計画について、辰野市公共施設等総合管理計画の公共施設等の管理運営に関する基本的な考え方において、点検診断の実施方針で施設を定期的に点検診断し、劣化損傷が進行する可能性や施設に与える影響を考慮し、修繕等の優先度についての判断を行うとあります。また修繕更新の実施方針では、本体躯体設備の劣化や損傷は大規模な修繕更新につながるため、劣化等が軽微な早期段階に予防的な修繕等を行うとあります。そこで伺います。1、定期的に点検診断とはどのくらいの頻度で点検診断をしているのか伺います。2、修繕等の優先度について判断等を行うとあるが、順位をつけるための基準は誰がいつどのようにして行っているのか伺います。3、劣化等が軽微な早期段階に予防的な修繕等を行うとありますが、軽微な早期段階とはどのくらいのタイミングなのかを伺います。質問事項2、地域スポーツの活性化と安全対策について、令和6年度の施政方針演説においてさまざまな方針が打ち出されました。その中で地域スポーツの活性化を図るため、市内初の人工芝による多目的グラウンドの整備に向け、3つ地域において測量調査等に着手するとあります。そこで伺います。1、多目的グラウンドとありますが、どのような年代のどのようなスポーツでの使用を想定しているのかを伺います。2、付帯設備としてどのような設備トイレ客席等を考えているかを伺います。3、地域スポーツの活性化を図るとは現状どのような問題があり、施設ができることによってどのように状況が変化していくことを想定しているのか伺います。4、利用者の安全対策においてどのような対策を考えているか伺います。以上、よろしくお願いします。企画財政部長。9番柴田正幸議員のご質問のうち、1点目のご質問の辰野市公共施設等総合管理計画についてお答えいたします。本計画は厳しい財政状況が続く中で、今後人口減少等により公共施設等の利用需要が変化することが予測されることを踏まえ、人口規模に合った施設保有量の維持と市民ニーズに沿った施設の有効活用を目的に、国からの要請を踏まえて策定したものでございます。まず1番目の定期的に点検診断とはどのくらいの頻度で点検診断しているのかでございますが、本市が保有している小学校、中学校、子ども園などの建築基準法で定められた建築物につきましては、安全面で問題がないかを点検する特定建築物定期調査を3年ごとに実施しており、それ以外の建築物については施設所管課の職員により年に1回程度の点検を実施しております。またインフラ資産である橋梁トンネルについては、職員による日常的な点検に加え、道路法施工規則の規定により5年ごとに点検を実施し、施設の状態把握に努めているところでございます。次に2番目の修繕等の優先度について、基準は誰がいつどのようにして行っているかにつきましてお答えいたします。先に述べました有資格者等による点検結果や職員による点検、さらには施設の利用状況などを勘案し、それぞれの施設管理者において、まずは安全性の確保を最優先の視点に立って修繕を行っています。
次の段階といたしましては、辰野市公共建築物再編実施計画、市営住宅長寿命化計画、辰野市道路橋長寿命化修繕計画、辰野市トンネル長寿命化計画、辰野市水道ビジョン経営戦略、辰野市下水道ストックマネジメント計画などの施設ごとに定めた個別計画に照らし合わせた上で、特に重要な事案であれば経営戦略会議を経て修繕等の計画をしているところでございます。次に3番目の劣化等が軽微な早期段階に予防的な修繕を行うとあるが、軽微な早期段階とはどのくらいのタイミングかにつきましてお答えいたします。公共施設の維持管理につきましては、これまでは壊れたら直す事後保全型の管理が主流でしたが、事後保全では故障や不具合の状態が拡大してからの対応となり、結果的に財政負担が増大するばかりか、利用者の安全に関わることとなる可能性がございます。このようなことから、前述の調査結果や保守点検、日常点検を通して異常の有無や兆候を事前に把握、予測できた時点で可及的速やかに修繕を実施し、故障等による停止や事故を防ぎ、もって建築物の部材を適切に保全することで長寿命化を目指すことといたしております。いずれにいたしましても、公共施設は市民生活に密着し、身近な生活を支える市民の貴重な財産であることから、中長期的な視点に立って維持管理コストの縮減、財政負担の平準化、適正規模適正配置に努め、持続可能な施設の管理運営に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。教育事業部長。引き続きまして、2点目のご質問の地域スポーツの活性化と安全対策についてお答えいたします。まず1番目のご質問の多目的グラウンドはどのような年代のどのようなスポーツでの使用を想定しているかについてでございますが、新生クラブを代表しての和田美奈議員の会派代表質問にお答えいたしましたとおり、サッカー、ラグビー、ソフトボール、グラウンドゴルフなどさまざまな種目で年少者から高齢者まで幅広い年代の方が利用していただける施設を整備する予定です。次に2番目のご質問の付帯設備についてでございますが、創成会を代表しての三木浩一議員の会派代表質問にお答えいたしましたとおり、トイレ、駐車場などが必要となると考えておりますが、詳細につきましては今後設計をする段階で検討してまいります。次に3番目のご質問の地域スポーツの活性化を図るとは、現状どのような問題や課題があり、施設ができることによってどのように状況が変化していくと想定しているのかについてでございますが、スポーツ庁は地域住民の運動量の低下はあらゆる世代の心身の健康に影響を及ぼし、スポーツを通じた地域コミュニティの減衰など地域社会の絆にも影を落とすとしており、その現状は非常に危惧される状況であると指摘しております。地域住民が主体的に運動、スポーツに取り組むためには場の提供が必要であり、これから取り組む人工芝の多目的グラウンドの整備が先ほど申し上げた課題の改善につながると想定しております。次に4番目のご質問の利用者の安全対策においてどのような対策を考えているかについてお答えいたします。利用者の安全対策としては、まずグラウンドへのアクセスとして主に自動車を利用することになりますので、駐車場の配置や進入路の設定など利用者の安全に配慮する必要があると考えております。これから人工芝の多目的グラウンドの設計に取り組んでまいりますが、その設計の中で利用者の安全対策を具体的に検討してまいります。いずれにいたしましても、市民に安全安心な運動スポーツの機会を提供できるよう環境づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。9番柴田正幸議員。ありがとうございます。1つ目の質問の定期的に点検診断というところで、お伺いいたします。誰がとかというのは分かったんですけれども、それではその点検診断の結果というのはしっかりと公表はされているんでしょうか。企画財政部長。これにつきましては報告先がですね、兵庫県ですと兵庫県建築防災センターというところに報告することになっています。で、もう一つにつきましては所管課の方で保有しておりますので、そこが どういうレベルで公表するかというのは、そこちょっとこちらの方では把握はしておりませんが、中身的には公表するものではないかなという気がします。
はい、9番柴田正幸議員。あとまた点検項目なんですけれども、例えば施設の種類によって点検項目統一されたり、なんか決められた点検項目とかあるんでしょうか。企画財政部長。ですね、これは制度上の話なんですけど、敷地とか地盤、それから建物の外部、屋根、屋上、建物内部、それから避難路、それから排煙施設ですかね、そういったところが大きな点検項目であると認識しています。9番柴田正幸議員。全庁的な取り組み体制の構築の部分の中で、公共建築物、公共施設等総合管理計画推進委員会が26年度に設置されています。その推進委員会で計画の進捗管理、評価、改善といった毎年度の PDCA のサイクルの確立の中で、委員会が、確認評価のを行って、そのもとに実効性を高める、計画の実効性を高めるとあるんですけれども、この推進委員会というのはこのチェックの部分で年に何回ぐらい開催されているんでしょうか。企画財政部長。こちらにつきましては大きなところでいきますと、事業の進捗状況を確認したりとか、施設の保有状態を確認するという意味で、年に一度は庁舎内部的に実施しております。で、それを踏まえまして、5年ごと、おおむね5年ごとに、この改定の計画書の改定をするような形になっておりまして、その改定の際には、議員の皆さんはじめ、公表させていただいているところです。以上です。柴田正幸議員。その公表、議員に対してもそうなんですけれども、一般の住民に対してもしっかりと公表はされているんでしょうか。企画財政部長。ちょっと直接は見てないんですけど、ホームページ等で公表させていただいていると思ってます。はい。柴田正幸議員。また、個別施設計画の、策定において、1番に、庁舎、学校、公民館等、2番に市営住宅、3番その他の施設と分類されておりますけれども、スポーツ施設はどこに分類されるのかお伺いいたします。企画財政部長。個別計画です。個別計画につきましては法定のものもございますが、ないものが非常に多くてですね、それぞれのスポーツ施設等については実際は規定はございません。柴田正幸議員。総務省の公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針というところで、第2の総合管理計画策定改定にあたっての留意事項というところの、4番 PPP、PFI の活用についてという部分では、公共施設の等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつながることが予想されることから、公共施設等に関する情報については積極的な公開に努めることとなっているんですけれども、体育館とかは積極的に公開した方がいいのではないかと私は思うのですが。企画財政部長。これ部分につきましては民間活力の導入ということで、先ほどの答弁でも駅前の関係で、民間活力を導入してというようなお話もあったと思うんですが、こちらの方につきましてはオープンデータの関係で、場合によっては空き施設なんかを広く出すことで、民間事業者さんの方がこういう空き施設あるんだったらこういうふうに使ってみたいなということで、そういう意味での情報公開でありますので、今現状あるこちらの方の、将来的に公共施設のストックをどうしていくかというような、すべての公共施設ではないと認識しています。20番柴田正幸議員。あとでは、先ほどの質問に戻るんですけど、体育館とかスポーツ施設に関しては、個別計画はもう策定しないということでいいんでしょうか。企画財政部長。そちらについてはですね、私の方の所管で個別にどうこうというのはなかなか言いづらいんで、現実的には先ほどの話にもあったように、例えば図書館でしたら統合再編するとか、体育館についても同じような再編という計画が出てたと思いますが、それは施設所管課の方で、立てるべき計画であると認識しています。柴田正幸議員。私の
地元にあります三津体育館について、市民や利用者の方から非常にたくさんの意見を、伺っているんですけれども、意見の中で特に多いのが競技場とトレーニング室の、雨漏りについての意見が非常に多くて、私自身も、最近ちょっと現場を確認させていただいたんですけれども、トレーニング室の方は天井に大きな穴が開いていて、でその下に、衣装ケースかな、衣装ケースで雨を受けているような状態で、競技場の方では競技用のラインの近くまで、雨漏りで、フロアが濡れているという状況で、利用者のちょうどそこに利用者がいたんで、利用者の方にもちょっと尋ねたんですけれども、これ支障ないかっていうと、やっぱり濡れたくないのと踏んで怪我したくないから、そちらの方にはなるべく球がいかんようにする、そういったことで、やはりプレーに支障が出てるように思うんですけれども、その点について、点検とかで しっかりと問題点としては上がっているんでしょうか。森本部長。先ほどその水の体育館につきましては、一応点検につきましては毎日実施しております。その雨漏りの状況についても把握はしておるんですけども、水体育館 の雨漏りにつきましては一度令和元年度に補修をいたしまして、状況は改善したんですけども、まだ外側じゃなくて内側の方が若干雨漏りはしているというのは聞いております。ただ激しく降るような状況の時はやはりちょっとしてしまうんですけど、通常の雨は昨日とかに降っているような雨では雨漏りはしないという今現状にはなっております。で、修繕の状況につきましては優先的に先ほどもありましたように危険なところとか運営に支障があるようなところはまず修繕はしているんですけども、今ご指摘の事項につきましても今後また検討しまして修繕の方には取り組んでいきたいと思います。9番柴田正幸議員。ぜひしっかりと修繕の方を検討していただいて、万が一ね利用者が骨折とかそういうことになったら非常に大変なんで、やっぱりそういうところはしっかりとメンテナンス入れていただきたいと思います。それでは次の質問に入らさせていただきます。令和6年の施政方針演説で山本市長も言われておりました市内初の人工芝による多目的グラウンドについていろいろお伺いしたいんですけれども、代表質問でいくらか聞かれているので、そこの補足のようなことでちょっといろいろ聞いていきたいと思います。まず、どのような年代どのようなスポーツの使用ということで、年少から高齢者までしっかりと幅広く使えるような多目的グラウンドを作っていただけるということで非常に僕も期待しております。サッカー、ラグビー、ソフトボール、グランドゴルフ等であったんですけれども、また、ね、近所ではあまり聞いたことがないラグビーっていうのが含まれていて、僕自身はラグビー好きなんで、非常に楽しみにしております。付帯設備についてなんですけれども、トイレ駐車場を中心に考えている、まだ詳細はまだ決まっていないということでしたので、詳細はまだ決まらないでしょうけれども、僕の方からもいくらか質問させていただきます。この、現状想定されているスポーツ、サッカー、ラグビー、ソフトボール、グランドゴルフで中で言うと、サッカーや、ラグビー、ソフトボールっていうのは結構女性のプレイヤーも増えてきている競技でございます。その中で施設としてはやっぱり更衣室が、なければ女性の人をちょっと着替えるのに大変かなっていう意見もスポーツ施設では聞いたことがあるので、ぜひそういったものもしっかりと検討していただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。教育事業部長。先ほどの今後検討していくというところなんですけども、施設その今年ボーリング調査とか測量とかするんですが、土地の面積の広さも関係してきますし、動線の関係もございますので、建物の方につきましては今後どのような配置をして、グラウンド取った後その建物の配置とかそこら辺を見ながら建てられるスペースがあるかどうかもございますので、そこら辺も踏まえて検討はしてまいりたいと思います。
柴田正幸議員、まあ、他にもいろんな施設があるんですが、客席であったりとかも多分同じような答弁になると思うので省かせていただきます。あとはナイター設備であったり防犯カメラの設置とかはしっかりと考えられているんでしょうか。はい、教育事業部長。カメラとか照明とかというのは、まあ、その後、まあ、その建物が決まって必要性に応じてまた検討はしていきたいと思います。柴田正幸議員。また、ナイター設備であったり防犯カメラというのも後々しっかりと考えていただきたいと思います。あと他の方も言われていたの時にも話になっていた駐車場なんですけれども、やっぱり、地域でスポーツ大会なんかが開かれる場合、やっぱり車で来られる方がたくさんいるんですよね。で、例えば大使の、陸上競技場、あそこでは中学校の陸上競技とかありまして、僕も子どもの送り迎えで行ったことがあるんですけれども、隣に結構広いスペース、駐車スペースを取られております。そのあんだけ取られているんですけれども、結構いっぱいになる、そういった状況でした。で、この多目的グラウンドの、近くに北部グラウンドがあるんですけれども、あそこで小学生のサッカー大会とかたまに開かれるのを見るんですけれども、あそこの駐車場溢れてしまってるんですよね。だからこういった多目的グラウンド、いろんなことでいろんな大会もまた開かれるようなことになると思うんですけれども、そういった時にしっかりとした駐車場が必要になってくると思うので、そのあたりしっかりと考えていただきたいと思います。それとあと、4番の利用者の安全対策についてなんですけれども、駐車場に関して進入路であったりとかいろいろ検討されているということですだったんですけれども、あと安全対策としては熱中症であったりとか、そういった観点もあると思います。最近では高校野球でもクーリングタイムの導入なんかでしっかりと体を冷やす部屋を設置したりする、またアイスベストやネッククーラーとかで体を冷却する時間を設けたりとか、そういうふうな対策ができるような施設を完備しているような感じなので、そういったところもしっかりとまた検討していただきたいと思います。さらにその維持管理ですね、維持管理もっともっと先の話になるとは思うんですけれども、トイレとか施設、付帯設備、建屋の部分ですね、それがやっぱりきれいにずっと保存されていると、きれいに保たれているとやっぱり地域の人も利用者も気持ちよく使える、そういったことになると思います。教育委員会のスポーツ推進計画アンケートって以前取られてたと思うんですけれども、その中に市の公共スポーツ施設に望むこととして冷暖房設備の充実が 37.6%、 施設の清潔感が 29.2% で1位2位を1番目と2番目になっておりました。掃除に関してトイレとか掃除するに今まででしたらホースとデッキブラシ、あとは洗剤等で僕も地元の公園の掃除当番とかでやったことあるんですけれども、なかなかあれでは尿石がこびりついた時に匂いが取れにくかったりとかするんで、特に近年掃除道具っていうのはここ10年20年で非常に目覚ましい進化を遂げております。掃除機にしても自動で掃除したりですとか、最近では拭き掃除をするような機械も出てきておりますし、いろんなところを洗うにしてもデッキブラシの代わりに高圧洗浄機であったりとかスチーム洗浄機とか、そういうふうなものが出てきております。それを使えというわけではないんですけれども、しっかりとそういうのが使える環境を作ることっていうのは、こういう施設は今後作っていくのに非常に大事なんじゃないかと思うんですが、その辺のお考えをお伺いいたします。教育事業部長。トイレにつきましては今後、当然今の時代ですので多目的トイレとかも考えておりますので、電源も引っ張っていきますので、効率的に掃除とか維持管理ができるように検討はしてまいります。柴田正幸議員。非常に、地域のスポーツの活性化を図るということで、非常に期待をしております。
どのような設備になっていくのか、また、この想定しているスポーツ団体であったりとか、そういうようなところにもぜひ意見を、機会があれば意見を伺っていただいて、施設、少しでもいい施設になるように、いろんなところの意見も吸い上げていただきたいと思います。これは返答いいです。すみません。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。以上で本日の日程は終了いたしました。なお次の本会議は明日3月15日午前10時から再開いたしますのでよろしくお願いいたします。本日はこれをもって散会いたします。皆さんお疲れ様でした。